ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ではね、続きからいきましょうか。火山島の地下1階ですね。下の方に、下に降りる階段が、さらにね、地下に降りれる階段がありますので、そちらに向かっていくんですが、こっちはやはり宝があるか。トラマナソー、特に重要なアイテムではないな。トラマナソー、トラマナって何だったかな。床ダメージをゼロにする呪文だった。ああ、何を待っているんだよ。何待ちだよ、君たち。ん？げ、もう一撃できたよ。エテボンゲのやつ意外に素早いな。もう素早さにね、努力値全部振ってるんでね、早いぜ、こっちは。やるとも、急ぐぞ。俺は後についてこい。ん？どうした？わかりやした、カメハの親分、ぴったりついていきやすぜ。ん？あれ、なんか浮いてるような気がするぞ。ざま！うわぁ！ざま！よし、いい光景を見れたということでね、続けてやっていきましょう。落ちれんのこれ。落ちれないか。で、下だな。下、こっち。怖い。追いかけ方が怖いから。マグマスラムめっちゃ伸びるな。あー、これだけ回収したいんだけど。おお、こっち側に引きつけて、こう。おぉ、アクションゲームですか、これ。アクションゲームか何かですか？ん？また君たちか。どけ、デポンゲ、俺が先に手が追いつけるんだ。へぇ。覚えてる、デポンゲ。ざま。バロス。で、次はどっちだ。上は、このびっくりマークは岩があってね、多分進めないので、まあ普通にまっすぐ進んでいって、ここの階段を登っていけばいいんじゃないかな。よし、そうしよう。こっちだな。あー、しかし、ジャンプ、溶岩魔人は欲しい。つい戻ってしまった。テンション上げていこうね。え、恒例の不意をついてからのテンション上げるスタイル、うん、これが一番いいな。スカウトだ。マグマスライムもね、できれば。あー、やはり硬いな。ちょっとこれ微妙だな。ミスるな、これ。ミース。ちょっと期待させられたぜ。わあ、なんか強い。もういけいけいけ。とりあえず数減らせ、数を。メラミ、なにー、マジか。メラミは聞いてねえよ。あっ、ザオラル、ナイスザオラル。しかし今ザオラルしてもそうなるって。バカ野郎。ちょっと待て、よし、これでいこう。こうするしかない、もう。メラミは知らんぞ、それ聞いてねえよ。
すえーて。いいね、AI 3回行動。もうぶち殺せ、もう。おお、いいね、キライプ。溶岩は残しておいてもいいぜ。さあ、捕まえよう。いやけどこのメンバー、このメンバーなんか危ういな。捕まえれるかな。ギリギリまでテンション上げようか。スーパーハイテンションとかあるのかな。なんで？まあいいけどさ、まあいいけど、ちょっと待てて、マンタ。呪文で減る。あー、ダメかー、ヒット MP がないかー。しかしな、ザオラルの確率で言ったら、確率低いな。今4つ、魔法の整数4つあるけど、フルで使っても1匹回復できるかできないかぐらいだから、ちょっと寝といてもらおうか、この2人には。こうしとこう、こうしよう。くそー、思いがけない。あー、こういう時にね、トラマナソー、一歩一手干すの間、毒の沼などのダメージを負わなくなる。よし。ってことですね。よっ。すぐに右に回避。もう被害を大きくするわけにはいかないぞ。これ以上は。よし、こっちで。右に宝箱ある？ないな。ない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 。こっちだな。わあわあわあ。もう溶岩魔人はもう本当にさ、命令変えとこう。作戦でこいつは特技使うなにしておこうか。いざという時用にね、置いておこう。そうだな、メラミを使うこいつから先に倒すのが正解だな。うわー、火炎の息。マジでちょっと強くねえか、急に強くねえか。まあ、なんとかなってるけどさ。さあ、テンション上げよう。これでテンションアップさせて、火炎の息だけは打ってこないでくれ、頼むから。オッケー、ナイスナイス。もう一段階行こう。もう一回ぐらいね、できればテンション上げときたい。なぜならこのね、脳筋のキラーエイプがね、外す可能性がある。攻撃をね、外しよるんだからな、こいつは。当てればね、非常に問題はないんだけど、非常に強力なダメージを与えることができますのでね。いけ。オッケー。あー、2発十分だ。よし、スカウト成功。溶岩魔人。プリズナー、帰れ帰れ。底上げしていく。パーティーの数を野生で補っていく。こっちだな。なんかついたっぽいな。大丈夫かな、メンバー。満タンにして、魔法の聖水をトナポンゲに使っておいて、行こう。ついたな。これが破壊の鏡じゃないか。
やっと見つけた。これでお宝は俺のもの。やれやれ、ようやくここまでたどり着いたか。おい、待て。ちょ待てよ。お前たちを親分の寮差し置いて何を。うるさいですね。ぶち殺しますよ。危ないじゃないか。お前ら一体どういうつもりだ。くっくっく。うるさいですね。ぶち殺しますよ。おおほほ、ベビーサタンと地獄の門番。こういうことだよ、マヌケ。散々な目に合わせやがって。宝を見つけ出すには俺の力が必要だだの古文にならないと宝のありかを教えないだのと言っておきながら、貴様全く役に立たないじゃねえかよこのクソ野郎。よくも騙したな。お前ら絶対に許さんぞ。ほざいてる雑魚か。我らは海の秘宝、破壊の鏡を狭間の上へ捧げ、強大な力を得るのだ。さあ、しかし、だがしかし、エテポンゲが前に立ちふさがる。貴様も邪魔立てする気か。ならば容赦はせんぞ。死ねえ。ボス戦だな。これはメラミとか打ってきそうだな。普通に地獄の門番ベビーサタン先に潰しておきたいな。ミラクルソードはまあ効くでしょう。でね、諸刃斬りを使っていこうか。いや、悪魔斬りあるじゃん。悪魔斬りでいこうよ。でね、ここで甘息からのスクルト。あー、ミラクルソードダメ。またダメ。そういう感じですか。やばいな。いやー、こいつか、メラミを撃つのが。どうだ、眠れ。眠りません。全く眠りません。まずいなー。悪魔斬りでいいだろうかな。いや、違うな。攻撃、地獄の門番から倒しましょうか。悪魔斬りで、どうやら効きませんね。作戦変えよう。サポート頼むぞにしようか。いや、戦力を奪いにしておこう。で、命令でこいつはスクルトで、道具で薬草、常薬草、ナイト、ウィプス。うん、これでどうだ。メラミ、うっそだ。87、半分。やばいぞ、ヘルコンドルに撃つな。82、強力。いや、強いな。メラミが驚異的だな。スクルトは今回ちょっとあんまり意味がない気がするな。ナイスベホイミだ。作戦変更だ。命大事にかける2で、命令の諸刃斬りを地獄の門番で、道具常薬草をピラエプ。これでいい。ハートブレイク。よし、よく耐えた。一応スクルトはね、貼ってますので問題ないな。オッケー。しかしダメージが62。諸刃斬りがね、使えるんですよね。実は連続攻撃できるね、キャラクターにとってね、諸刃斬りってのはね、非常に有効な武器になるんですよ。くそ！
入れ替えるか。いや、まだだな。道具で、なんとか。キラーエイプ。うん。で、ホイミ使ってくれよ。ホイミとベホイミで。アサシンアタック。おー、焦ったー焦ったー。どうした、どうやら相手も MP 切れか。さては、さては MP 切れか。キラーエイプ、キラーエイプ仕事しないな、ほんとに。もう地張りはいいからさ、ちょっとキラーエイプ下げよう。火炎の息を打ってもらおうか。で、道具、条約層をウィップス。うん、ジバリアあんま強くないんだよな。アサシンアタック。あ、メラミまだ打てんじゃん。あー、やばい。ヘルコン、ヘルコンさん、ヘルコンさん耐えてくれ。もうベホイミ打つあれがないからな。もうヒットポイントが MP だ、 MP、 MP、 MP がないもんだから。耐えた。なぜ攻撃する。多分これ命令し、この子火炎の息ないんだ。この子火炎の息ないみたいだわ。道具で、とりあえず魔法の聖水ウィップス。どうしようか。いけ、もう任せた。 MP がないからな。もうどっちか、どっちか、落ちろ。おし、さあ勝ち筋が見えてきましたよ。いいじゃないか、キラーエイプ。守備力効果が消えましたね。問題ない、メラミだ。どちらにしろダメージはでかい。アサシンアタック問題ない。ベホイミしていけ、ベホイミしていけ、いけ。あとは一匹だけだ。恐れることはない。ゴリ押ししろ。ハートブレイク。うっ、やばい、誰に来る。トナポンゲが、トナポンゲが。どうしようかな。こうだな、こうだ、こうしておこう。さあ頼むぜ、頼むぜ。この名前、名前、ディゴング、ディゴング、やってくれ。お前の力を見せろ、ディゴング。ディゴング、ディゴング。よし、よし、ナイス。ここに来てキラーエイプが活躍すると。ディゴングは何をしている。ただ出てきただけか。秘密兵器はやはりキラーエイプだったな。貴様のような子供のどこにそんな力が。まさかダークマスターの言っていた幼きマスターとは貴様のこと。ぬかったわ。開ける音がしたぞ今。こいつ、これが秘宝破壊の鏡か。今回の勝負先に宝を手にした俺の勝ちだな。なんて嘘だよ、こいつはお前の責任だ。持ってきな。なかなかわかるやつじゃないか、カメハ王子。本当に持って行ってしまうんじゃないかと今ちょっとビビったけど、うん、わかるやつじゃないか。
あんな奴を信じた俺がバカだったよ。次があったとしたら、その時は俺様の実力だけで勝負してやる。お前には絶対に負けないからな、覚えとけよ、エテポンゲ。エテポンゲ。お見事、見事にね、破壊の鏡、ゲットできました。おい、聞こえるか、エテポンゲ。俺だ、ワルボーだ。前から、お前から不思議な力を感じたぞ。へその代わりを見つけたようだな。いいか、マルタに呼び戻すからじっとしてるんだぞ。了解。よし、これでね。ようやく、マルタをね、救うことができましたね。はい。パート10何番かな ?17、18かな ?6 かな、で、最終回。マルタを無事に、救うことができました。ありがとうございました、今まで。はい。で、でかしたぞ、エデボンゲーさ、マルタの力を分けてやるよ。いや、非常に楽しい旅だったな。ほら、回復したぜ。で、マルタのへその代わりは、持ってきたよ。この破壊の鏡という代物なんだけど、こいつさえあればね、マルタのへその代わりはなると。余裕だよ、これで。秘宝と呼ばれるだけのことはある。神秘の力をひしひしと感じるぞ。早速、マルタのへその代わりになるか、試してみよう。余裕ですよ。余裕でなりますよ。あ、ぴったしじゃないか、もう。見た目もいいしね。非常に、オブジェとしても非常にいい。そうそう、この上をね、鏡だからね、女子とかが歩いたらもう最高のね、場所になるからね、名スポットになるわな、ここ。あれおかしいな。あれえ、くそー、こりゃいかん。仕方がない。所詮、破壊の鏡はこの程度だったってことか。だが、いい加減俺も疲れてきたぞ。次こそはバシッと決めてくれ。おや、破壊の鏡にも不思議な力があるようだ。ちょっと手を出してみろ。何?次は、壊せるんでしょ?どうせ壊せるんでしょ?ワルボを壊してやろうか。大きな岩を壊す力を手に入れた。大きな岩の前で A ボタンを押せばドカンと岩が壊せるはずだ。まずは試しにこの部屋でその力を使ってみるといいだろう。今ピンときた。不思議な力を感じるぞ。寒い。これは氷に閉ざされた世界。そこに新たな手がかりが見える。見える。そこ、いいか、マルタの国のどこかにある不思議な鍵を探し、雪と氷の世界へ行け。不思議な鍵の名前は氷の鍵だ。間違えるなよ。トラマナソウの効果がなくなった。今水の世界を旅した。はい、ってことで、エデボンゲの、ドラゴンクエストモンスターズ2の実況はまだ続くみたいです。はい。はい、ではご視聴ありがとうございました。